心の窓を大きく開いて、私の風を受け入れて。日曜の朝8時半になりました。今週も始まります千春の朝晩MC のフンソンです。今日もここ茅ヶ崎北口徒歩1分山地ビル3階中古レコードショップ浜昼顔から30分生放送でお届けします。皆様どうぞ、コメントなど、どしどし、お寄せいただきながら朝の時間お付き合いください。そうですね、あなたもですよ、そこでウインナーとかなめたけとかを頬張ってるあなたもコメントくださいね。それでは、まずは何でしたっけ、こちらのコーナーから参りましょうか。はい、情報コーナー特カネの時間です。今週は今日は来週末行われるイベントを2つお届けします。ではまずですね、はじめに7月25日に開催のサザンビーチフェスタ2015の話題から、2003年よりスタートし13回目になるサザンビーチフェスタの今回のテーマはラブ&プライド、今年は何色。今年も昼間感じることのできないサザンビーチ茅ヶ崎の魅力を感じ取っていただけるよう夕刻からの開催となります。内容を少々紹介しましょう。ステージアトラクションから2015湘南ガールのご紹介に始まり、ウクレレハニーズによるウクレレ弾き語り、そしてお笑いやバルーンアート、フラなどと16時から20時まで盛りだくさんのメニューをご用意しています。ステージでは19時25分から、小川徹さんと矢野義也さんのエンディングライブをお届けします。続いては夕刻から開催するサザンビーチフェスタならではの海辺の演出について、一つ目はエンディングライブとともに始まるエボシーワイルミネーション、茅ヶ崎のシンボルエボシーワを LED 照明でライトアップするという幻想的な演出です。そしてその他、波打ち際を何色ものサーチライトで照らす波打ち際ライトアップ、2000個のキャンドルで浜辺を灯すキャンドルトワイライトなど、夜の海辺を楽しめるメニューが目白押し。どんなビーチになるのか楽しみですね。また参加型イベントもあります。サザンビーチ茅ヶ崎に入る手前の中海岸地下道に貼られている、手形を子供たちに押してもらうという、未来手相図や前橋作りウクレレワークショップなど、皆様に楽しんでいただける内容をご用意しておりますということですね。開催日時はまだですね、まだありますよ。開催日時は、7月25日16時から20時、好天の場合は中止。参加費は無料、どなたでもご参加いただけます。会場は神奈川県茅ヶ崎にございますサザンビーチ茅ヶ崎。お問い合わせは実行委員会04679-1288、詳細情報はホームページでもということですね。はい、続いて、7月26日に行われます、ほのぼのビーチフェスティバルの、情報です。ビーチクリーンを合言葉に行われるこちらのイベントは、茅ヶ崎はヘッドランドビーチにて9時半から17時まで開催されます。皆さんでビーチクリーンをして流した汗が入場券になるベアフットコンサートは何のことでしょうね。テミアン、サッチャナイツ、アイアイアイニティなど素敵なミュージシャンが多数出演。その他、オーマイ合唱隊やほのぼのバンド、
フラチームが出演するステージパフォーマンスやサーフィンやカヌーなどを体験できるビーチデースポーツ、ビーサン飛ばし大会、マーケットなど一日を通して楽しめる内容が盛りだくさん。ぜひぜひ26日は夏の茅ヶ崎の海のヘッドランドビーチまで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは茅ヶ崎観光協会 046784-0377 まで。詳細はホームページやフェイスブックページでも確認いただけます。以上、夏のビーチフェスティバル2本の2本立てでお知らせいたしました。千春の徳金でした。早かったかな。続いてはもんちかちゃんの登場です。今回は久々復活、茅ヶ崎ペデストリアンデッキの路上ライブの模様をお送りします。では映像をどうぞ。書いていたよ街の角で輪になって春の夕暮れ、一人寂しく復活ということでね、もういきなり復活からちょっといろいろ機材がトラブったりしてるんですけれども、でも機材がトラブっても私の声だけはねあるので、頑張って歌をアカペラでねちょっとなんとか、ワンステージ目をつながせていただきました。さあ、いよいよ2ステージ目はですね、いや移りましょうよ、せっかくですから。平塚エロワーズの、店長夫人でいらっしゃいます杉山めぐみさんにピアノを弾いていただいてですね、皆さんの知っている曲、いろんな、あんなカバー曲、こんなカバー曲の数々を、やってみたいなと思っておりますね。機材がなんとか復活するといいんですけれどもね。めぐみさんどうですか。練習、いよいよ練習の成果を発揮する時期が。そんなことはありません。なかなかね、私が路上ライブの伴奏者を見つからないなって、どうしようかなっていうのをずっと悩んでいたのをめぐみさんが知ってていただいて、ぜひ自分にねやれないかなっていうことで、私に内緒でずっと練習をね、秘密特訓を重ねていてくれたということでね、すごいありがたいなと思って、こんなありがたいことはないなと思って、なんというか感謝の歌をありがとうっていう気持ちでね、聞いて聞いてではなくてありがとうっていう気持ちで、歌わせていただきたいなと思います。年末のワンマンホールライブに向けてプロモーション中のもんちかちゃん、ペデストリアンデッキの路上ライブは今後、毎週水曜日定期的に行っていくということです。おっさん頑張ってますよ。ちょっとすいませんね、噛みましたけどね。続いては、ゲストコーナーです。それでは隣は徹子の部屋、どうぞ。おはようございます。今日の
崎、茅ヶ崎にございます海の家夏クラブからお届けします。ゲストをお迎えしておりますお二人で、今日はメインは大ちゃん、大ちゃんの方かな、はい、覚えてらっしゃる方もいるかもしれないですが、天才ウクレレ少年の大ちゃんを今日お迎えいたしております。おはようございます。おはようございます。結構久しぶりですが、3ヶ月4ヶ月ぶりくらい、だまだ寒いですよね。あれから大ちゃんはなんかすごい腕を上げたという噂を見つけまして、今日はねお呼び立てしたんですが、海の家からお届けしておりますが、大ちゃん来て今年は海は何回目かな。初めてだね。あ、本当に、やったー、栄えある初の海、今日ね、あの朝晩に登場ということで、どうですか今日の海の感じは。ね、天気いいっすね今日は。 ね一応ね、うちはみんな晴れ男なんで、ねえ、本当にイベントの時は必ず天気がいいという、ね、もう引っ張りだこんな感じですね。だいちゃん、小学2年生になったんですね。ね、2年生だな。2年生になって、なんと学年全員の先生からイケメンくんと呼ばれていると。どうなんでしょう、イケメンくん。そのあたりの真相は、イケメンくん言われてるよね。言われてる、まあ、イケメンくんですよね、でもね。そうかな、うん、ちょっとこの辺にアップで出てる。将来の夢は、あれ意外と他にもあるのかな。なんかね、バンドをやりたいとね、お答えになるようになったというふうに聞いてますけど、バンドやりたい、バンドやりたい、うん、ね、すごいね。そうだから、あの同学年で同じようだね、こう楽器やってるような友達いればね、バンド組みたいなとかも、キッズバンド、おー、ね、すごいな。そしたらなかなかいないんだよね、そういうメンバーね。そうかな。募集してます。募集中、同学年、小学校2年生、今大ちゃん小学校2年生ですので、同学年で一緒にバンドを組めるメンバー募集中。ドラマーとか、おー、ベーシストとか。かっこいいね。小学校2年生でもドラムもベースも全部、本当かっこいいです。やりたいよね。いいね。で、バンド組んだら大ちゃんは担当したいのは、ギター。まあ、ウクレレから今だとね。大ちゃん、歌はどうなの。歌はどうなの。嫌い。嫌いだよ。苦手です、ね、歌は。音痴です。あ、本当に、楽器弾いてる人ってね、なんかね、音感が良さそうなんだけど。ねえ、音痴だね。本当に、やばいこれ。おー、じゃあもう演奏が、ね、すごくて。ね、今、なかなか口を聞いてくれなかった大ちゃんが、歌については。嫌いです。嫌いです。即答来ちゃいました。でも音楽の授業は好きだよね、意外とね、うん、音楽の授業は。音楽の授業で歌を歌うことってあるよね。ね、ね、やってもみんなでね。でも嫌いなんだ、実は。実は歌え、こんな歌なんか歌えるもんかって、ちょっと心の中で。歌よりウクレレ持ってこいって。ね、楽器がいいんだよね。ね、楽器好きなんだ。ウクレレ以外に何か楽器とかって弾いてます？まあ今とやってない。ウクレレ行ったんで、そのうち大きいギターになる。歌、ね、ギター弾きたい。なんと、大ちゃんはロック好きなんだね。ね、ロック好き。ロックが好きで、ウクレレで練習してる 今練習中の曲が答えていただけるかな。やってるんだよね、イーグルスをね。おー、渋いね。イーグルスの Take It Easy ということで、今日も車の中弾いてきたね、朝ね。おお、大音量でね。もうガンガンにロックだったね。ガンガンに来たね。もうちょっとノリノリなんじゃない、本当は。だいたん出てくれないけど、ロック流れればもしかしてノリだ。あー、いいかもしれない。もう出すかもしれない。
そっかそっか。なんとスライド奏法とかチョーキングとかまで。ギタリストのテクニック。学んでますね、一生懸命。すごいね。キーンってやつやっちゃうの、ウクレレで。すごい。すごいんです、大ちゃんは。大ちゃんはすごいんです。すごいね、大ちゃんね。好きなものってウクレレやっぱり。お、学校の勉強よりも何よりもウクレレ好き。おお、かっこいいな。将来ね、有望なミュージシャン決定しました。なんと大ちゃん出演されるということで。そうです ね、 ね、まあ一人ではないんですけど、大ちゃんがね、今お世話になっている谷津で出てるのですが、みんなでね、多分まあ大勢でみんなで演奏するので。おお、1回目かな、去年も出たんだ。そうなんだ。今年2回目で。大ちゃん2回目、サザンビーチのイベントでステージに立つってすごいと思うんだけど、もうすでに2回目という、まあ、私もはるかに超えられてますけど。ね、2回目の。じゃあもうあんまり緊張とかしないかな。それと本番強いですね。うーん、度胸座ってんだね。まあ何も考えてんの。いや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 、そんなことないと思う、ね、どうですか、意気込みとしては。頑張る。まだでも練習してないもんね、何もね、まだ。まだ練習して、すごいな。来週ぐらいからそうリハーサルがあるね。本当に、これでも全然いけちゃうかなっていう。普段練習してたりするときやめたら、あ、なんか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 、なるほどね。じゃあ今年はまたみんなで一緒だけど、じゃあ来年はもしかしたら一人で立ってるかもしれない。いやー、それはどうだろうね。まあ練習時代のね、上達すればね。うん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 。まあそれを目指したいよね。ということで、大ちゃん、この今までこうサイバーライブ喋ってきた中で出演者の嫌いっていう発言だけなんだけど、大ちゃん、なんか喋っとかない。大ちゃん、もしかして2人きりだといっぱい喋ってくれるのかな。
ますます喋ってくれなくなっちゃいましたどうしようかな。前もね、いろいろこう質問してて、いろいろとちょこちょこっとお話はしてくれたんだけれど、何を質問したら大ちゃんは口を開いてくれるかっていうのが、いやもう昨日その前だから、もうちゃんと喋ろうね、頑張ろうね、ずっと気合い入れそうなんだけどね、大ちゃん。大ちゃん、でウクレレにもうほとんどこう情熱が注がれているから演奏以外は、まあ、あまり興味がないのか。いや、家でうるさいもんね、だって家では。そうなんだ。じゃあ今度お家にこう口取り行けばいっぱい喋ってる大ちゃんが見れる。家でこう録ね、収録すればいいんだ、家で、ね、ちょっと大ちゃん気づかないところでこっそり撮っちゃったらいっぱい喋る大ちゃんが見れるかもしれない。意外とね、今日はクールに決めてるのかもしれないですね。違うかな。違うかも。でも小学校2年生ぐらいになるとちょっとね、おませさんの子はね、そういうところを出すところだと思うんだけど、大ちゃん、学校に好きな子はいるの？また同じ話です。これもう、かたくなにプライベートな話はしてくれないので意外と、喋らないんだけど、喋れないんじゃなくて、喋らないのかもしれないですねじゃあ、大ちゃん、どうしようかな。今後の目標は？頑張って牛乳飲もう、毎日。ウクレレじゃないのか。今年の夏、やりたいことは？あ、ボディーボード。マジで？ね。おー。やりたいよね。じゃあスポーツとかは結構好きなのかな。そうだ、サッカーもやってるし。本当に。サッカーは2年ぐらいかな、ね。でも結構そういうね、活発な彼なんですね。クールに決めているだけでいろんなことやっちゃう。大ちゃん、全国の見てくださってる大ちゃんファンに一言。一言。ダメだ。ダメだ。まずはウクレレを弾いてくれというところだと思いますね。あとあれですね、8月にも、弓ヶ浜ウクレレビーチフェスタというところに出演される。そうですね。これもやっぱウクレレを習ってる水谷さんの先生が、ちょっと関係しているイベントで、ここにうちをね、みんなで出ようかなと思って今練習してます。その夏は忙しいね。忙しいです ね。ボディーボードもやりつつ、ウクレレもね、頑張ろう。楽しいね。夏といえば、なっちゃん、何何夏といえば。大ちゃんに言っとく。おでん？おでん。おでん？おでんじゃないなの、おい。夏といえば。スイカってどうするかって。海に入ってね、ちょっと冷えたところで美味しいなって思うおでんという。渋いな。分かってるね。大ちゃん分かってる。意外と大ちゃんもういろいろ分かってるから。ん？黙っちゃう、ね、そんなことで大ちゃんはいろいろ分かっているということが一つ判明しました。そんなわけで今日は天才ウクレレ少年の大ちゃんと共に茅ヶ崎、サザビッチ茅ヶ崎にございます夏クラブからお届けした隣は徹子の部屋でしたって言葉が変になってます、はい、では大ちゃん、これからも素敵なウクレレ聞かせてくださいね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。
皆様のコメントをご紹介するコーナー。あれおはよう、食べた食べた、この人食べた食べたは何を食べたんでしょうね。とりあえずおはちーさんおらん、ちーさんというのは千春のことでしょうかね。ちーさんはいませんね。今気がつきましたか、僕実はあのフンソンですよ。そうか、性転換したのか、僕はフンソンですからね、してないですよ。あれなくなっちゃった。あ、コメント見れなくなっちゃったんで、コメントコーナー終わりですが、ここでですね、あのニュースが入っておりますので、ニュースをお知らせしますね。茅ヶ崎テレビ、女子アナウンサーの、藤原千春さんがですね、この度このようなあの、緊急入院いたしました。ですね、あの今はあの今日はウインナーとか、なめたけとか味噌汁だとか、カルシウムのふりかけだとか牛乳だとかをいただいているそうです。はい、なのでですね、コメントがコーナーが復活いたしました。ウインナーはそうですね、夏風邪で原因で声が変わったんではありません。千春ではありません。ですね、あとはですね、ジャニーズじゃねえというあのジャニーズをご覧の知っている方もご覧になっているようですが、そうですね、僕はジャニーズもやってる人ですね。そしておとんぷもやってる人です。で今日はですね、女子アナもやらせていただきました。はい、来週はですね、千春ちゃんも元気に帰ってきていただけると思いますので、またですね、そちらの方楽しみにしてくださいね。こちらもなんかちょっとちょっといたずらしちゃってごめんね、じゃあね、留守を預かる の特権として勝手にやらせていただきました。またなんかね、急に休みたいことがあったらこんなことになるかもしれませんが、皆さん懲りずに見に来てください。まだ2分あるよ、まだ2分ある。じゃあちょっとコメントもちょっと読みましょうかね。大ちゃん喋らないねって書いてますが、大ちゃんにね、喋ることを期待しちゃダメですよ。あれがキャラなんですから、喋ったらね、キャラ立たないですからね、逆にね、あれが美味しいんですよ。大ちゃんに聞いてんのにお父さんが答えるっていう、あの関係をね崩したら売れませんから、今後ね、あの形で将来的に売れていく方向に行くんじゃないかなと僕は思ってますよ。はい、それでですね、バンドはやりたくそうそう、バンドはやりたく、それまだね、バンドになるメンバーにこれからね、運命的な出会いを、していくわけですよ。大ちゃんは、大ちゃんまだね、ああ見ても成人してませんからね、これからのこれからの男ですよ。そんなね、皆さんそのね、せかしちゃいけないですよね。これからなんですから、これから熟成されてきて酸いも甘いも知っていくわけですね、この茅ヶ崎で。はい、なんかこういう政権演説みたいな感じでいいでしょうかね。僕は泡沫候補、そのうちお世話になるかもしれません、フンソンがお届けしました。まだ時間ありますか。まだ1分、もういつでもどうぞ。あ、そうですか。はい、じゃあ何でしたっけ、なんか締めのコーナーなんかありましたね。日曜朝早くからお付き合いいただきました皆様、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間になりました。朝バーン、ここですか。心の窓を大きく開いて、私の風を